アポ、はいえー、ロジリックトラマーの浜崎です。あ、えー、けましておめでとうございます。えー、昨年は本当に、あのー、昨年からですね、えー、YouTube を始めたんですけども、えー、100人を超える方々に、えー、もうすでに登録をしていただいて、えー、本当に感謝しかありません。p、え、a、ーまあ t r ト e o n っていうね、こうまあ、海外のサイトではあるんですけども、えー、この活動をサポートする 支援サイトのようなものを、まあ、日本ではキャンプファイヤーとか DMM とかでもやってるんですかねなんかそういう,こうクラウドファンディング的な月額会員制のものを、えー、同じく始めたんですけども本当に思いもかけない、まあ、お会いしたこともないような方からの支援をいっぱい頂い,いておりまして本当に心から感謝したいと思います。 まあ、あの僕自身が、えー、取,り扱う取り扱っている部分っていうのは本当にこう重要なことではあるんですけども、えー、日本では、えー、軽視されているとまでは言わないですけども、まあ、知らないんですよね軽視するまでも言っていないというか、まあ、知らない方々の方が非常に多くて。 ちょっと簡単な現状をお伝えすると、まあ、その日本でのキリスト教会その聖職者になっていく人たちっていうのは新、まあ、学校というね、まあ、専門の訓練を受けて、えー、聖職者になっていく人が多いわけなんですけれども日本の新学校でキリスト教弁償学っていうのを、えー、教えている人たちっていうのがまず非常に少ないと。でだからまあそれはもちろん皆さん知らないの当然なんですよね。 教える方が少ないので,であのじゃあ僕はどうなんかっていうとまあその決してその進学校出ているわけではありませんしもうあの独学で、えー、興味があるから <laughs> 学んでいる一一般信徒ですので何て言うか大層なことは言えないんですけども、まあ、僕自身の、まあ、過去の経験からもそうですし 教会いろんな教会にもねこう演奏でお伺いしたことありますけどもそういう教会を見て非常に危機感を覚えたというのが正直なところでしてで、まあ、理性的な側面というのがキリスト教には非常に、えー、いっぱい、えー、あってでそこを、まあ、先人のね有名な方々、まあ、キリスト教のその、えー 理性的な側いっぱいいるんですよ、ねまあそういう人たちにあまりスポットライトが当たっていない、まあ、そういう人というか、まあ、その人たちの功績に対してあまりにもこう光が当たっていないなっていうのをまあ日本では感じていましてこういうチャンネルを始めたわけなんですけれどももう一つまあもっとこう、えー、実際的なところで言えば。 やっぱりクリスチャンの人たちが自分自身の信仰というものを理性的にこう弁護することができないっていう人が非常に多いんですよね。えー、僕自身もねあの同じような経験をしたことあるんですけども、理性的な会話っていうのって日本人はまあ非常にこう苦手としているんじゃないかなと思っていて、まあそれはもっと辿っていくとまあ教育にまで行き着くんですけども。 まあえー、このチャンネルを通してキリスト教を理性的に弁護するそして、えーまあね、こう受け身だけではなくて理性的な側面というのを使ってこう伝えていくというかこういう盤石、えー、な、えー、土台があって私たちは信じてるんだということを、えー、皆さんにこうお見せしていくことができればなという思いで今まで続けてきました。はい まああの海外ではキリスト教弁償学っていうものはクリスチャン・アポロジェリックスっていう,こう分野が確立されてましてでもちろんあの日本でもそれが徐々に広がりつつあると思っているんですけどもやっぱりこの活動自体に賛同していただける方っていうのは海外の方が多いっていうのは実際のところだと思いますね。じゃあ,まあ僕の役割って何なのかっていったらまあ このチャンネルを通して海外の中でこう育て上げられたキリスト教弁償学っていうものを日本の文化の中でもそして日本人の人たちにえ伝わるような形にこ,うえまあこれって専門用語では文脈化ってよく言われたりしますけど伝える内容は変わらないんですけど伝え方とかですよねそういうのをちょっとえ工夫していきたいなというふうに思ってます。 そして、まあ、この動画の方向性というのもちょっと、えー、絞っていきたいなと思っていまして、まあ、絞っていくとい、まあね、うあのどのような人たちにこうそれを伝えていきたいのかというところなんですけど僕自身が結構、えー、思いとしてあるのはやっぱり、えー、大学生の方々、まあ、高校生ももちろんそうなんですけど高校生大学生、えー、まあ一括りにすると若い方々ですよね。 でクリスチャンである方々、まあ、そういう人たちが、えー、やっぱりクリスチャンででい続けることとがが難しいのが日本社会だと思うんですよまあ今日ちょっとお話ししたいなと思ってたのがその日本でクリスチャンであることこれの何ていうか難しさっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですね。まあ、この動画を見ておられる大学生の方とか、まあ、高校生中学生の方々。 に、まあ、何かしらこう、ちょっと励みになったりすればいいなあっていうふうに思います。まあ、僕がどのようにクリスチャンになったのかっていうのは。大体7年ぐらい前、約7年ぐらい前に、僕はクリスチャンになったんですけど。なので、まあ、学生の時にクリスチャンであったっていう経験ってないんですよね。でも、あの、周りと違っていて。 えー、苦しんだっていう経験はまあご存知の方もおられるかもしれないですけどあの僕自身、えー、キリスト教系のカルトの中で生まれ育ちまして、えー、生まれた時からそ,のそこはまあカルトだと僕は知らなかったわけですけど、えー、生まれた時から、えー、そういう、まあ、熱心なキリスト教系カルトの家族の中で生まれたのでまああの 簡単にイメージしていただけるとこう分かると思うんですけどもやっぱりこう周りと違うことを平気でするので、まあ、クラスでも浮きますしうーんなんかみんなとこう何て言うんですかね話が合わなかったりとかっていう経験は小さい頃からしててだからそういう意味で言うとまあ 今はクリスチャーになって今は日本社会の中で大人として生きてますけど、まあ、そこで感じる何て言うか違和感とかうんあやっぱり周りと違うんだなっていう気持ちと比べるとやっぱ学生の時のそういう感情って耐え難いものがあって、まあ、ちょっとイメージしていただけるとわかるかもしれないんですけど学生の時に周りと違うってなんか。 日本ででは致命的なんですよね、まあ、まず友達できないし、まあ、いじめの対象になる場合もありますよね。だからそうやって考えるとやっぱりこう若い世代の人たちがこう日本でクリスチャンですって周りに言うことさえものすごく難しいんじゃないかなと思うんですよ。あのまあ、僕のね、えー、愛する仲間たちと毎週、えー、Zoom で まあ今コロナですしね、まあ、いろんなところに、まあ、もうすでに引っ越ししてしまった人たちもいっぱいいるので、まあ、あのそういう、えー、若手のクリスチャンの人たちと毎週集まっていろんな話をしてるんですけどあのやっぱその中で一つ出てきたのはやっぱりこう周りと下ネタで盛り上がれないっていうねこうものすごいリアルな話なんですけどやっぱりあのどんな、えー、クラスメイト まあ、いわゆる大学の中で言えばね。学友まあ、同じがあの大学に行ってる人たちとくる。あのつるんでても。やっぱ必ず下ネタって話題の中に出てくると思うんですよ。で、それ男性女性関わりなくだとは思うんです。まあ、女性の方は僕知らないんですけど、まあね。これって何か中学生だからとか高校生だから大学生だからとかってないと思うんですけど、なんか男性ってなんかみんながみんなじゃないんですけど。下ネタ。 言って。あの。こういう関係を深めるっていうところはありません。なんか。下ネタでみんなで一緒にわはははって笑うと、なんかちょっと長良くなった気になるっていう。なんかそういうのあると思うんですよ。なんかが僕は学生の時は、その、なんていうか、そのキリスト教系カルトの中に縛られてましたんで。えー、まあ、それで楽しんだらあかんねやとか。なんか、そういう、こう、逆に、こう。 自分を抑抑圧するというか抑え込むみたいなそういう生き方をしてたと思いますけど、まあ、それがなんかこう一旦ねこう、えー、解放されたタイミングがあって、まあ、僕は辞めるんだと言ったタイミングがあってで辞めてからはやっぱ結構そう今までね抑圧してたものがバーッと出たんでこう下ネタをい言いまくってはいましたけどね。う だけどじゃあまあその今クリスチャンになってじゃあもし自分がクリスチャンで学生だったらどうな,どうなんだろうっていうねこう、まあ、僕が経験したことないことなんであのあのこれを見ておられる大学生とかね、えー、高校生中学生の方がおられれば、まあ、あるいはもうね社会人1年目2年目とかでも同じだと思うんですけどもあのそういう方々が経験したこと。 クリスチャンであることの難しさっていうのをもしそのシェアしていただけるようであれば是非何かこうねあのコメント欄とかで教えていただけると嬉しいなと思いますね。まあちょっと話脱線してしまいましたけどやっぱりこう周りと違うっていうことに対しての大変さまあこれってそのモラル論争のね前提2の 最近アップロードしたビデオの中でも言いましたけどやっぱり同調圧力っていうのが非常に強い、えー、コミュニティの中にまあ属さ,、まあ、さざるを得なくなると、えー、もうどっちかに分かれるんですよね、えー、一つ目はもう完全に周りと距離を置いてしまうで、えー、もう一つは まあ妥協に妥協を繰り返してだんだんまあ下ネタ言っても楽しめるようになるしまあ下ネタで大笑いするようになるっていうねなんかそういうこうだんだんこうクリスチャンとしての原則からどん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 離れてってしまうっていうそのどちらかだと思うんですよね。僕がなんかこう皆さんと一緒にこう見つけてていいいきたいポイントっていうのは 何、まあ、て言うんですかね中間地点と言っていいのかちょっと分かんないんですけど、まあ、周りの人たちを、まあ、愛することもできるし、えー、これは私実はやらないんだよとか私はこういう原則を持って生きているのでこういうことはできないんだよっていうことを、まあ、勇気を持ってそして確信を持って、えー、しっかりと伝えることができるこの辺のラインっていうのを、まあ、見つけていければいいなっていうふうに思ってまして。 で僕は正直このキリスト教弁償学っていうのが非常にその分野の中で助けになるると思ってるんですよねやっぱりこうキリスト教の中でよく出てくる疑問っていうのを取り扱う分野でもありますしまあ例えば今僕が取り扱ってるのは「神っているの?」っていうねいう疑問ってやっぱりよく聞かれる。 疑問でではあると思うんですよでそれに対して自分自身がまずしっかりと理性的に理解すると納得するそして確信に至るもちろんそれってまあ論理的な思考だけで確信に至るっていうことは難しいと思うので、えー、もちろん神様との個人的な関係という要素がどうしても入ってきますけど、まあその両えー、今なんかその日本のキリスト教会というのはその神様との個人的な関係にすごいフォーカスが当たりすぎてるという。 もちろんそれ一番大事なんですよもちろんんそれ一番大事なんですけど、えー、神様はこう知性を通して、まあ、知性を尽くして神を愛するっていうことも励ましておられる神なので、えー、知性を使ってこう、えー、かつ、えー、感情的に、まあ、情熱を持って神様を愛するっていうこのバランスを、えーまあ、皆さんには僕は持ってほしいなと思ってます。 僕自身その感情的なタイプの人間なので僕はそういう,こうキリスト教弁償学っていうのを学んでいくことで本当になんていうかブレにくいというか、まあ、揺らぎにくい土台っていうのを僕は、えー、ゲットすることができたなと思っているので、まあ、それを皆さんにも少しでもこう感じていただければなと思ってますね。あのー、一つそのの感情にこう自分のなんかこう 土台っていうのを据えてしまうとやっぱり感情って刻一刻と変わるんですよね。私はイエスがいると感じたとか私は愛されていると感じたとか神に,神に愛されていると感じたとかねだからそういうのって正直あの他の宗教の方々もやってることなんですよね。うん、でもじゃあそれが真理を見極める唯一のなんていうか えー、条件だとすれば他の宗教も正しいってことこになるわけですよで例えば、まあ、仏教とキリスト教って相いれない部分がありますし、まあ、神道とキリスト教も相いれない部分が、まあ、多分にありますしだからそういう私は仏教とで仏教の中で感じるものがいいと思うっていうこう感情ベースで。 考えると、どれも一緒ちゃうんってなるんですよね。まあその人にとってこうなんかいいと感じるものがその人にとっての宗教なんだろうし、まあそれ別になんか真理とかどうでもいいんじゃないのっていうね、いう風になっていくんですよね。まあそれはよく専門用語ではこう相対主義ってよく言われたりしますけど、でキリスト教はそれに対してこうはっきりノーと言っているんですよね。相対主義なんてものは、えー、まあ破滅的だと。 真、えー、理は一つしかない、まあ、絶対的な真理は一つしかないんだとその考え方を持って学校の中にいるとあのやっぱり今のね流れっていうか流行りは相対主義なのであちょっとなんか自分とは考え方違うなっていうような人といっぱい出会うんですよね。でそうやっていくと難しいのは「ノー」という時そして「それって間違ってないかな」っていう時この2つのポイントが。 すごく勇気がいるんですよね。これまあ僕がそのカルトに属していて学校の中にいた時もまあ同じような経験をしましたねうん。ノーと言ったり、いや俺はこれやらないんだよとかっていうことを言うっていう時にやっぱりすごい勇気がいました。やっぱりその時にこう大きな助けになるのはこれが真実だと知っている。まあそれをこう例えば根拠、証拠。 具体的な、えー、まあなんていうかな具体的な、まあ、理由を持ってその出来事そのことに対してこう対処できるとやっぱり自信とか確信度合いが全然違うんですよね。ならまあ相手にも伝わりやすくなるわけですよ。あのまあ、このチャンネルで、まあ、多くの人たちにこう伝えていきたい。 あの特にクリスチャンの方々にこう伝えていきたいことっていうのは、えー、あなたがこうね、まあ、最初はもしかしたら感情を通してあ,あ神様がいるんだ自分は愛されてるんだ自分は許されてるんだっていうことを感じたことっていうのにはしっかりとした根拠が実はあるんですよと、まあ、その、ね、根拠を知るっていうことを通して自分の感情をテストにかけるこれって果たして本当に正しいのかどうか。 なぜかとというと感情というのは当てにならないっていうねいうのがありますのでそこをしっかりと客観的な条件を持ってこう調べるそれがまあ一番大事なのは聖書を通して調べる自分が何かを感じましたそれって聖書に書かれていることなのかなっていうのがまあ一つこうクリスチャンがやるべき、えー、まあ精査。 こうチェックなんですけども、まあ、クリスチャンとしてはそれでで完結していいと思うんですよねあのこれは一つこういろいろこう議論が分かれる部分があるのでもうこれ以上は入らないですけど僕自身はこうキリスト教弁償学っていうもの自体が、えー、キリストの福音を伝えていく上で非常に重要な役割があると思っていて、えー、これが、えー、日本の中で。 もっともっとこう、えー、広広まって多くの人たちにこう確信を与える一つのツールになればいいなというふうに思ってます。うん、結構話してますね。うん、まあ、えー、いろいろと長々とお話ししてきましたけども、まあ今日、えー、皆さんにお話ししたかったのは、ま,あ、まず、えー、明けましておめでとうございますと。 いうこととえー、クリスチャンとして日本で生きていくのって大変ですよねっていうね、えー、いうことを言いたいだけだったんです、うんまあ、いろんなあのクリスチャンとして生きていく上でのこう苦労とかしんどさっていうのももちろん、えー、人それぞれあると思いますので、まあ、もしこう,こういう経験をしましたとかこういう、えー、辛い経験をしましたとか いうことがあればぜひあのコメント欄で、まあ、シェアできる範囲で結構ですのであるいは、まあ、僕に直接、えー、メール送っていただいてもいいですので、えー、概要欄の方にメールアドレス書いてありますのでね、えー、そちらからメール送っていただいてもいいですしあのやっぱり皆さんのこう苦しみとか、えー、辛さっていうのをやっぱりお聞きしたいなっていうのが正直なとこですね。うんまあ、僕自身が、えー 経験したことっていうのもいっぱいあるんですけど、まあそれはまた次回の動画にしようかなと思いますね。うん、<laughs> なんか通知が来ましたけど。ということで、えー、Vlog 第3回目ではありましたけども、えー、またまあ、気が向けば <laughs> 早めにこういう動画も撮って。 まああの本当にこの Vlog に関しては編集ものすごい早いんですよ、まあ、日頃があの編集しまくってるからものすごいこう動画の更新頻度が遅れてるんですけど、まあ、この Vlog に関しては結構サクッとこう編集できてしまうんであのこっちをいっぱい出した方がいいのかなとか、まあ、ちょっと、まあ、迷ってますはいまああのねっこう 難しい内容というのも非常に重要な内容でありますので、えーまあ、バランスを取りながら、まあ、コツコツやっていこうかなと思ってますね。はい。ということでまた皆さんとお会いできるのを楽しみにし,しております、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。